あと逃げて帰りたくないですよね、田舎にね。まあほぼ父親の言いなりですよね。本気の喧嘩してやめたんですよ。へえ。昔ながらのファンの人たちっていうのがもうじゃあいなくなっちゃった。そうです。ああよそ者だし、なぜ老舗に違う人が来るんだろう、いろんなものが弾けちゃう、別にどうでもよくなって、自分でできることは全部やろうと。平さんは生まれは鹿児島でしたっけ？鹿児島県大島郡奄美大島の下にあるちっちゃい島で徳之島。あ、島っ子ですね。島っ子です父親が勝負事が好きで、はいはいはい、まあ幼少期から兄弟男3人とも相撲をさせられまあほぼ父親の言いなりですよね。やっぱりスパルタだったので学校から帰ったら父親が待ってて、はい、稽古に行ったり、ひどい時は昼間相撲して夜は柔道して、ええそうですね。 その島でまあ父親が将軍と自分の子供にはさせたくて、その中でまあ育ったんで、あまり遊び事もしたことなく、じゃあずっと、相撲を、そうです、相撲と柔道をやらされてた。そのためだけに、日々生活してるんだ。学校は別に二の次で、相撲で一日が待ってるようなんです。じゃあスケジュール将来的には相撲も力士になるっていう、そうです、そうやって言われて育ってきた感じですね。ほー、そうなんで、高校も本当はね、普通に高校生活を送りたかったんで、田舎の地元の高校行きたかったんですけど、はいはい、父親に話したところ、その断って田舎の学校に行きたいって言ったら、まあそれをしたいんだったら実家からも出て、牛でも育って、自分で生計を立てなさいっていう、はいはいはい、自立しなさいって言われて、それは無理だろう、中学校卒業して、それで泣く泣くもう鹿児島の高校行ったんですけど、やっぱり相撲の高校って厳しくて、はい、やっぱり僕田舎っぺなんで、はい、生意気だ。鹿児島はまだね、もう都会なんで、はい、僕ら田舎だから喋り方がまずおかしい、はい、そこから指導されて、お、まあ、先輩からいびられ、うん、いっぱいありましたね、まあ、練習がきついことは承知で言ってるから、まあ、それはいいとして、やっぱり練習以外のことがきつかったんですね。なんかちょっといじめ的なものもあったんですか？もちろんあります。可愛くない後輩には先輩厳しいんで、僕も突っかかる癖がやられるわけですか？もう全然やられます。本当ですか？はい、まあ、そんな高校生活もほとんど相撲で、ほぼ24時間あったらね、もう24時間相撲だし、やっとで高校3年生になって、まあ自分が一番高学年、はいはいはい、だから誰に何も言われることも、そこで弾けちゃって、パンといろんなことが、まあ、いろんな好きなことをやりたくなって、そうですね、親にも迷惑かけましたねわかりました。めちゃめちゃ迷惑かけましたね。あ、そうですか。本当にもう今考えると自分の子供だったら本当殴り倒してやりたいぐらいなんかもうグレた感じが、そうです、初めてそういう時期があって、高3で、はい、で、その時期にちょうど父親が癌を患って、はい、まあ、他界しまして、ああ、国体にまあ選ばれる強化合宿も行けず、いや行きたい行きたくないかって言われると、別に僕はどうでもよくて、ただ周りからしたらチャンスを無駄にするのは良くないっていうのがもう周りの意見で、でもまあ父親も亡くなった、そのタイプ、自分でいろんなものが弾けちゃって、別にどうでもよくなって、はいはいはい、今までずっと父親にやりなさいやりなさいって生きてきたんで、その中でも全てが弾けたから、まあ、国体もインターハイもどうでもいいし、部活のコーチ監督とはもうぶつかって、とっつき合いになって、ちゃんと円満に引退ができず、はい、部活を引退するときはちゃんとそういう会があるわけです、その時に、まあ、自分はもう出席しないと、はい、卒業式も出ないと、もうグレてたんで、グレてますね別に出なくて大丈夫だから、
で母親が全部出て、はい、うちの母親は肝っ玉なんで、はい、もう全てに謝りに。なるほど。卒業式も息子が出ずに母親が出る。おお、なかなかですね、はい、もうそういう最後で、うん、上から2番目の姉に手紙をもらって、うん、はい、もう これ以上実家に迷惑をかけるんだったらもう実家とは関わらないでくれっていうぐらいまで実際行って。なるほどね、わ、はい、かりました。あえて何したかは言いを聞かないですけど、まあ、そういう最後で学生は、はい、うん、まあ、その時に大学もね、いっぱいお話しいただいてたんですけど、うん、自分は別にもうそんなことはどうでもいい、うんうんうん、とりあえず実家を出たい、うん、親の元から何か支援をされたくないと思って今、まあ、うんうん、板前になって。なるほど。ちょっと僕と飯行ってくださいよ、したら。いやいや、誘ってくんないじゃないですか。しょっちゅう誘ってもらっていいですよ。じゃあ鍋行きましょう。鍋もういい。鍋部やってるんですよ。2ヶ月に1回したそうです。しずいさんとぬっきーさんの3人でいるときは焼き鳥部なんですけど、平さんが入ることによって鍋部に変わる。いやでもしずいさんチョイスはなしやな。最低でしたね。最低。そんな今日の中落ちときゅうり一緒に巻いてます。ほら、160キロぐらいなんで、ポストはそれぐらいがいいですね。自分が高校がたまたま調理科っていう、はい、別に興味があるわけではなく、そこに入ってたから就職もまあ調理科でまとめられてて、それでその中で選んだのがその兄貴と同じ会社だったんです。そうです、大きい会社で、はい、まあ、そこに入社して、じゃあ、鹿児島から卒業された東京に本来るってことですね。そうです、最初東京に来て研修受けて、はい、そこから配属、うん、まあその時もグレは治ってないですよ、正直。そうなんですか、はい、もちろん年の近い1個上の先輩もおるし、うん、はい、何かと揉め事は絶対出てくるし、うん、大阪支店、そうです、ですね、じゃあ、はい、最初は本当に、まあ、阪急ありますよね、はい、阪急百貨店の地下に、うん、ちっちゃい店舗があってそこに所属だったんですけど、はい、まあ、そこが本当に色の濃い先輩方がいっぱい、それこそ初任給を全部先輩に貸して、うん、先輩は次の日から来ないとか、はい、もう休憩時間になるとみんなギャンブルしに出ていくし、はい、自分一人で掃除してたりとか、はい、めちゃくちゃすぎて喧嘩ばっかりになるわけですよ。平さんと、はい、まあ、僕も含めみんな喧嘩が絶えないお店。料理経験はそれまでないです。なしで入った。なしで入って、本当にそれこそ裏方必死にやって洗い物しながらホールにも出て、うん、アビキンっていう百貨店があるんですけど、はい、そこの店舗の、うん、まあ、大将がからお声いただいて、まあ、そこに今度は所属になったんですけど、うん、まあ、そこは本当に真逆で、はい、板前の世界っていう感じのお店で、うん、板前さんも10人ぐらいいて、うん、ホールの人も10人以上いて、うん、絵に描いたような飲食店っていう感じのお店だったんです、うんうんうん、まあ、そこでいっぱい鍛えていただき、ご飯自分で飯を食っていかないといけないっていう考えはあったんですけど、うん、これを目指したいっていう考えはなく、うん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 、ただその1店舗目で出会った職人さんも同じタイミングでその阿部の金鉄に移ったんです、はい、まあ、その時の職人さんがものすごくいい方で、うん、いろんなことを教えてもらいながらやってたわけです。ただそこに、まあ、自分もだんだん火がついてきて、もともとはやる気じゃなかったけど、うん、まあ、とりあえず給料もらってご飯食べれたらいいかなっていう考えだったけど、もうだんだんいろんな技術を教えてもらううちに火がついてきて、はい、自分が興味あることは全てやろうと思って、うんうんうん、今後
片っ端から開きつついろいろ勉強した、まあ、うん、でなんか料理っていうものをちょっとやちゃんとやってみようと、ちゃんと真剣にやってみようかなっていう、うんうん、なるほどね。本当に人生のなんていうんですかね、うん、全てを変えてもらったお店っていうターニングポイントだったんですね。そうです。メイチ石影です。石影はお塩で、メイチはあのお醤油でもお塩でも、はい、これは寝かしが大体8インチぐらいですかね。へぇ、4年か5年ぐらいですかね。まあその時に親方からその今からの時代はその寿司屋だけでは食っていけない、うん、本当にやりたいんだったら料理も覚えてまた戻ってやったらいいやないかっていう話をされて、今度京都、そうです、実家帰った後、はい、京都行って、うん、京都は本当に3日で辞めたんですよ本気の喧嘩して辞めたんですよ。へぇ、自分若気の至りじゃないけどやっぱり我慢できず、うん、3日は早いっす。やっぱり火がついて切れちゃって、うん、今度大阪行っていくわけですね。結構僕も転々としてます、転々としてますね。結構してます、かっぽ屋さんで出会った人にアメリカでちょっと、はい、寿司屋やりたいから日本の職人さんが見つかるまでやってみないかって、飲んだ席だったので興味本位で軽い返事をした、はい、そしたらあの帰り際に来週あのとりあえずパスポートだけ取ってきてあれ本気なんですか、まあ、結局結果行くことになったの。はい、アメリカのどこだったんですか。ニューヨークの端っこにあるあのハーツデルっていう街だった。ハーツデル、まあ、すごくいい町だったんですけど、はい、そこでなんか日本料理鶴っていう寿司屋を出して、うん、大将になる人の補助をしてくれる。あ、なるほどね。メニュー開発と海外の人に向けたその寿司、うん、超楽しかったです。あ、そうですか超楽しかった、うん、考え方めちゃくちゃ変わりましたね。あ、そうですか、はい、堅苦しく考えたことが全部解かれたような感じがしました。うん、そうなんだ、うん。じゃあ海外 の, そのアメリカの方々からの評判も結構良かった。良かったですね、うん、そうなんですね、まあ、最終的にお店譲ってもいいんだぞっていう。お、まあ、その時結婚前で、はい、3ヶ月間という約束で言ってたのもあり、はい、やっぱり嫁に許してもらわれず、うん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 、それでまあ日本に帰国することになる。なるほどね、はい、帰ってきなさい、うん、それでまあ日本に戻った時に、はい、これもまたご縁で、はい、大阪のホテルニュータニの剣山という寿司屋さんに、うん、はい、料理長になるんですか。あ、いえ、その時は2番手、うん、2番手ですね、はい、うん、初めての高級店に入ったわけです、うん、それまでは高級店なんかもう経験もしたことがない、うん、いろんなことをまた学ばせてもらって、うん、そうですね、1年、2年、3年ぐらいやってたのかな、うん、次どうするかみたいなのって結構視野に入れるじゃないですか、その年齢って。まあまあでも結婚した手前、子供もいたし、はいはいはい、今度はあまりも休みもなく毎日仕事してる、うん、月に1回程度半日休みがあったぐらいだったので、うん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 、結婚して家にこんなに帰ってこない人っているんですか、はい、ちょっと転職も考えたらどうですかっていう思いから言われて、うんうんうん、結局、まあ、転職することになって、はい、会社勤めになるんです。今度え、それ何だ、まあ、料理名前出していいのっていう会社の、あ、じゃあまあそこ P で、はい、ずっと料理は作ってたんですけど、まあ、本当に会社です。あ、じゃあ、年間3分の1以上は休みがあって、あ、はいはいはい、1日のスケジュールも、うん、ここからここまで、ここからここまでは残業だから、ちゃんと残業代もらってくださいねっていう会社ですね、うんうん、ボーナスなんかもらったこともないのに初めてもらい、うん、まあまあその会社にいてもよかったんですけど、やっぱり面白くないと、うんうんうん、これじゃあ、うん、自分のお店を持ちたいから今度立ち上げ屋をやろうと、うん、飲食店を、はい、いろいろオープンだけ立ち上げて、はい、で何ヶ月かしたらまた違う会社でやって、うん、経験積もうと、はい、じゃあもうそこにはもう独立ってのを視野に入れてってことですね。ちょっとずつ自分の目標としている45歳までには独立っていう、うん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 、そこに向かって走っていかないといけないよなと思って、うん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 、自分でできることは全部やろうと、店やるまでにはやっとこうと思って、うん、まあ、そういう仕事をしてる時に、まあ、リッツカールトンからオファーがあり、うん、まあ、ご縁で
勤めてたんですよ。京都でしたっけ？京都。それは。ただあそこではやっぱり接客の面ではすごいみんなのなんていうんですかモチベーションが高くて、自分がついていけないぐらいで、京都なんで料理の勉強ってすごいみんな率先してやるわけですよ。はい、で僕らって給料が少なかったんで、料理の勉強って自分でこう食べに行くことってあんまりできなくて、でも給料安いはずなのにみんな率先していくわけですよ。はい、あれにはちょっとたまげたですね。あ、そういう部分ではすごい勉強になったのと、やっぱり接客、あと人をもてなす気持ちです、リッツカールトン自体は何年ぐらいいたんですか？それも3年ぐらいですよ。です、すごいなんか細かく移動してるんですよね。全然移動してます。関西圏で主に。そうですね。じゃあ、はい、その最終的にその東京のお店のオーナーからお話いただき、はいはい、東京で一回やってきなよっていう話になって、それで来ることになったんです。まあ一回やってダメだったら、まあもう東京でやるのは俺には向いてないんだなって、一回それを試したくて来たわけですね。まあ寿司って言ったらやっぱり東京だし、はい、東京でダメだったら多分大阪でもダメだろうって俺には商売向いてないんだろうっていう。でも初めてその自分が長になってそうです、お店をやるって状況初めてだった。そうです、そうですよね。プレッシャーめちゃくちゃなかったですか？めちゃめちゃありました。で、あのあそこですもんね。はい、めちゃめちゃあるし、やっぱりよそ者だし、老舗だし、なぜ老舗に違う人が来るんだって、そういう批判もいっぱいあったでしょうし、やっぱ周りから聞こえてくるんで。あ、そうですか。はい、いろんなことが、そんなことはもう鼻から分かってるんで、そんなこと気にするぐらいやったら来なかったらいいっていうだけなんで。まあそうですね。やっぱタイヤさん映えるんだよな。本当に。でもここの小肌は結構オールドスタイルの、しっかり締めて、しっかり締めて、ちょっとの間置いておくんです。します。1年間で1週間だけ収穫する海苔の茶碗蒸しです。すごい。冷やし方もうこの時点で香りが、うまい。じゃあこれ、ガリです。アタシのタイ、タイ美味しい。美味しい。いい旨味が出ます。なんで僕に香りがもう何を開いてくる感じ。こんなに自主練っつって、一人で行けるところしか行けないから。すごいですね。おすすめ寿司職人一番は、おすすめ生活の釜茹でなんで、お出汁につけてますけど、メスの方がでかいんですよ。すいません、はい、ハイボールもらっていいですか？ハイボールは、はい。でもシャッコは僕、押すのが好きですね。押すのが好きです。僕は分かります。楽しみ。うわ、すごい贅沢な一貫ですね、これ。喫茶コーナー。この迫力やばいですね。作る側のやっぱ考えも組んでできるオーナーってあんまりいないと思うので、まあ、そんな中で結構好きなようにさせてもらった部分があって、言ったら、あ、じゃあ一回やってみたら、ダメだったら平さん責任取ってもらうけどねって冗談で言われることもあったけど、でもそんなのはやるなとは一切言われず、まあ、好きなようにしてくださいって、いい経験その時もありましたね、はい、やっぱり無駄な経験って何もなくて、その喧嘩したこともいい経験やし、うまい。すごいすごいね、トムシですね。ちょっとしっとり系。そうですよね、うまい。ちょっとでも温度上げておきたい。すいません、カテトラスは徹底します。やばいな、このサバ、おかわりしたいな。食感命ですね。そうなんです。咀嚼いらないですよね、切り込みなくて。ハイボールだけ、中トロだけちょっとボストンで。どのタイミングでこの仕事に真剣に向き合うようになったかは分かんないですけど、でも徐々に周りにそうさせられたっていうのがありますよね。なるほど。自分がこうしたいからこうしたわけじゃなくて、僕の場合は本当に周りがそういう人が多かった。なんかそれって相撲時代もなんかそんな感じで、なんとなくこう道がこう決まっていった感じですかね。じゃあ違う仕事も一
回やりましたよ。あ、もちろん。何やったんですか。工事現場。一旦やりました。向いてなかった。いや、父親が建設やってたんで、はい、自分もできんじゃねえかって思って一瞬やったんですけど、僕には無理でした。この人だってすごいと思いました。何が精神的についていけない。あ、何が自分が楽しくてこれをやってんだろう、分かんなくて。でも料理とか接客ってやっぱり好きじゃないとできないじゃないですか、こっち側が好きでやってたら、お客さんは別に不満な顔して帰んないし、普通の塩だけ、普通の塩だけ、炭で焼いたらいいですね、美味しいです。まあ僕ら料理に褒められたいだと思うんですよ、褒められるっていうのはやっぱりこうずっと努力してやらないと褒められることもないし、その場で止まってしまうし、はい、自分ができる回のことはもう全てやっぱりやんないといけない。お客さんは最初変わった時に減ったんですか。減りました、もう全部。だってもう全然雰囲気、僕前も行きましたけど、ほらすごい超体育会系のビシッていう感じからガラッと平さんの、はい、になって、なんか店の感じが変わるわけじゃないですか。はい、もちろん変わる。だからその昔ながらのファンの人たちっていうのがもうじゃあいなくなっちゃった。そうです。ああ、じゃあもうなんかゼロスタートで、またゼロスタートで、最初はもう海外の人が空席が空いたので、いっぱい入ってくれて、それが2019年の、10月、11月、まあ、そこで埋まってたんですけど、はい、そのタイミングでコロナが始まって、そうですよね、海外の人だけで攻めていくと今度は日本人来ないな、席の開放する枠をちょっとお客さん入らなくても2席だけにしよう、はい、まあ、それが功を奏したというか、コロナ時期に突入して、はい、まあ、日本の方が来てくれるようになり、そういう方らが今度は徐々にこう来るようになってくれて、そんな時に本当にコロナの、最悪の事態に入ったわけですよ。緊急事態宣言で、はい、で、オリンピックもなくなり、海外から抑えられてた1ヶ月半の予約も全てなくなり、で、日本の方もなくなって、あ、これはまずい、終わったなって思ったんですよ、正直、東京来てすぐこれはもう俺ほんとついてないから。まあ自分だけじゃないんで、周り全部がそうなんで、正直何かやらないといけないな、やっぱ精神的にやられましたよ、終わったなっていうのもあったし、で、従業員には全員に、あの、まあ、一応休業手当出るし、休みにしたいかったらするし、でもその仕事して給料をちゃんと満額もらいたかったら、なんとかできるように考えていきたいんだけど、どっちがいいかなっていう話もさせてもらって、そしたらまあみんな休みは別にいらないと、仕事とりあえずしたいですっていう話で、なるほどね、まあまあお土産を一回やってみたら、お土産が今度めちゃめちゃ出て、あ、そうなん、出たんですね。出た。はあ。それ以降が予約が徐々にまた戻ってきて、それなんでだと分析してますか。いや、全く分かんない。全く分かんなくて、こんなこと大きい声で言っちゃいけないし、もう非常識だけど、正直普段朝9時から仕事したのに朝5時から仕事しました。はあ。みんなそれほどじゃあ、お土産がすごかったんですって。お土産って何だったんですか。バラチラシ、バラチラシと巻きだけやってたんですけど、とんでもない量出て、自分が想像してる3倍以上出て。でもあの時期ってお寿司屋さんみんなバラチラシやってましたよね。そうです。でもその売れてる店と売れてない店があって、何が違うんだろうって思ってましたけど、何が違ったんだろうな。それ謎のままです、それ。でもその、本当にもっとすごいのが、バラチラシを買ってくれたり太巻きを買ってくれたお客さんが今度夜に来るようになって、それはすごい。そういうお客さんが今でも来るパターンもちゃんとあるわけです、あの時のお土産がきっかけで来るようになったんだよねっていう、もうそこからもう本当にコロナだから店を休むことは一切なく、すごいな。いや、世の中的には休みなさいっていうのが当たり前だったんですけど、まあ正直やってました。すごいですね。珍しいパターンですね、それ。なんか平さんの料理変わりましたね、時代からさらに。
なんかすごくシンプルになってる、うんうん、あ、もう今ほとんど引き算しないといけないな。そうですよね。あの時全然多分時代がね、もう引き算に変わってくると思うんですよ。そうそうそう、そう、戻るんですよね、結局、うん、洋服と一緒でね。あ、僕今の平さんの方が好きですね。あ、うん、キャビンやめちゃったけど。いや、いいですよ、ね、まあ、それはそれで。中トロボストンの165キロ。あ、僕の現役の体重と近いの。体がいいんですよ。身長は生きてるんですよ。そんな中でオーナー変更っていうのがあって、はい、まあ、オーナー変更するんだったら店をやりたいって僕はその時思ったんですよ、うんうんうん、ちっちゃいお店でいいから、うん、もうその時にも要は完全独立して、オーナー変更っていう話が始まった時にもうここの物件は、うん、あ、もうじゃあすぐ契約しました、うん、なるほどね。仮契約、完全独立、完全独立、ね、まあいろんなそのパトロン、はい、スポンサーもいっぱいお話しいただいたし、うん、やっぱりオーナーがいると、うん、その人がよっぽどこの飲食が好きじゃないと、うんうん、長くやっていけないのと、うん、数字ばっかり追い求めるようになってしまう、うんうんうん、もちろん寿司屋も商売なんで、うん、慈善事業じゃないから商売としてやらないといけない部分もあるけど、ちゃんと料理人としてやらないといけない部分もあるんで、うん、それが沿ってできないと、うん、やっぱお店は続けていけないんで、うん、微妙なラインを自分で追い求めていけない、いかないといけないと思うんですけど、うん、でもやっぱり人に雇われてる方が楽です、うん、正直不安はないし、うん、明日の不安もないし、うん、今終わったら明日から何もできないですよ、うん、多分お店は。でもその不安ってやっぱりみんな持ってると思うんですよね、うん、世の中商売してる人は、うん、その不安と戦えるか戦えないかですよね、うんうん、海時代からのじゃあお客さんが今もこう来てくださってるって感じなんですね。はい、なるほど。8割で新規が2割、うん、感じ。すごい超理想じゃないですか。いやいやいや、多分平さんの人柄にみんなこうなんかね、まあまあ、でも本当ありがたくて、うん、まさか自分が東京で店なんかできるなんて思ってなかったんで、うん、東京で勝負してみようとも思ってなかったんですよ、うん、正直、うん、最初来た時はとりあえずできることやってできそうだったらどうかなと思ったんですよ、うん、コロナ時代を助けてくれたお客さんもいたんで、うん、まあ、そういうお客さんとも付き合っていきたいっていう、うん、はい、淡路島の由良から赤ウニです。はい、はい、めちゃめちゃでかくないですか。これ特注ですでしょうね、僕のフット一緒で、ね、すごい、吉野川の海苔ってなってますね。ぶっ飛んでるでしょ。うまっ、うまっ。でも味の濃さはやっぱ向こうですね、辛さの方がやっぱ濃いですね。これクリーミーだいぶ、うん、ミルクっぽい。そうですそうです。天然袋はこれ天然、これ天然ですね。そうなんだ、すごい綺麗です。ちょっと歯ごたえ欲しいですよね。他のネタはね、柔らかくてもいいんですけど、うまい。いや、なんか頑張れそうだな、いろいろ。いや、ほんま、パワーチャージしてもらってるな、やっぱり。すげえ出汁。いただきます。これ、魚だけの出汁。すごいですね、これ、超うまい。あー、すげえ。なんだこれ。みんないい色になりましたね、顔が。こんなに飲むと思わなかったですけど、かっこいいじゃないですか、みんな。めちゃくちゃ楽しいです。最高ですね。いやー、まあ、最高だ。あとさんも言い張ったよ。うんちゃんも楽しいで、うんちゃんも楽しいですよ。うんちゃんも楽しい。同じ年代に朝青龍もいるし、うん、あ、そうか。ああいう方らを見てるんで、そんなちゃうんですか、やっぱり強かったんですか。あと逃げて帰りたくないですよね、田舎にね。かっこいいですね。相撲してて、もし何もない、ね、逃げたら、目目目前から出たら負けですからね。帰ることになったらかっこ悪いじゃないですか、うん、将来的には、将来的には徐々にやっぱりお店をちっちゃく して、うん、1日1回転のみで、つまみはなくして、お握りだけ出す、あらっていうのがやっぱり理想だし、昔のなんか寿司屋に戻ると、はい、このお店を、はいはい、なるほどね、まあ、このお店でもいいし、うん、移転してでも、うん、東京にずっと いたいってわけでもないあですね。東京もちろん好きなんですけど、うん、
やっぱり徐々に西の方に戻っていけるような店舗展開をしていきたいなって、それはこうスライドしたいかなっていう関西美味しいですね。なるほど、ゆっくりゆっくり関西から今度は九州の方にスライドしていきたいなと思って、ゆっくりゆっくりですよ。鹿児島行くんですか？そうそう、鹿児島行きたいですね。いや、いいですね、鹿児島行ってくださいよ、僕行きたい。そしたら鹿児島持って行きたいです。これ以上北に行くことはないですねそうですね、はい、全く馴染みないですもんね。そうですかいや、十分語っていただいたんで、いやいやいや本当薄っぺらい、いやいや、そんなそんなそんなわけないですね。あの、ありがとうございました Although you're earthbound.